どうも皆さん、こんにちは。アレディスです。今回はですね、なんとですね、福山市内を走ります。日本最古の、現存するね、動くバスとして最古のバスに乗ってきました。といっても、この、いわゆる有名なね、友鉄バスの、いすゞの車ではなくてですね、こちらでございます。すいません、こちらです。そうなんですね。で、明日来たら乗れるっていう。明日から3日間使用会なんですなんとですね、自分たちが行った時にたまたま、まず友鉄バスの、バスが止まっていたんですけども、そこの横に止まっていたこのバスもですね、なんと同じ、年式で、日本最古産のバスに相当するそうです。日野の BA14 というバスですね。日野のボンネットバスは引く全国的にも珍しくて、保存車はなんと4台しかないそうです。特にそのうちのこの短尺車っていうのはここにしかないものらしくて、日本で唯一のものだそうです。でね、ちょうどその今副館長さんが明日来たら乗れるよっていうことを言ってくださったの で翌日にですね、自分たち福山に一泊して、ここに、福山自動車時計博物館ですかねに、お邪魔させていただきました。すごいですよね、このバスが動いてるっていうだけでも、まあ、奈良交通のね、以前、ボンネットバスを、動画として取り上げたこともあるんですけども、奈良交通のバス、ボンネットバスは1966年式なんですけども、こちらのボンネットバスはなんと1958年式ということで、およそ8年ほど、こちらの方が古いバスとなっております。日持ちの比例棒ですよ。でこの時はですね、もうたまたま取材とかじゃなくて、定期観光のバスの横に並べてあって、お見せするっていうだけだったらしくて、もうこのまま車庫に、変えることになりました。一旦止めるで。動き出してから取らんと意味ないやん。画面いっぱいに行きたい。ありがとう、ね、ありがとう。あれより古いバスは日本にない。いいですね、うん、あの人ええ人やったな。なるほど、さっきのは友鉄バスの持ち物やけど、あれはそう、ここのここの博物館とか、なんか観光客が帰ってきたらっていうのはそういうことやったし、ああ、非常階で明日乗れんのね。うん、よかったな、ホテルとついて、うん、あれ乗る乗れるでよ、乗れるじょって言っちゃったけどモンネットバス乗ったことあるけど、綺麗棒やね。えひどいもん。綺麗棒。綺麗棒って何？綺麗棒ついてない。それは地獄な。ということで翌日にね、試乗会の方にやってきました。なんとたまたまなんですけども、 NHK 広島さんの、取材も入ってたそうで、カメラを持った人たちが、たくさんいました。でこちらのニュース取り上げたニュースも、一応URL 貼っときますので、皆さんもしよかったらご覧ください。ということでね、ボンネットバスの試乗会、なんと僕、奈良交通も以前撮影したとは言ってましたけど、乗るのは本当に初めてなんで、動いてるバスに乗るのは、ね、本当に楽しみでしたね。まあ、ちょっと車内は比例棒ということで、うちわを配られてましたけど、まあ暑かったです。暑いので、うちわをご用意しておりますので、もしこちらの方は。あ、そうですか、はい。差し上げられないので後で返してくださいね。はい、このボンネットバスはですね、昭和33年に作られておりまして、元はですね、四国の高知県にありますバス会社で使われておりましたけれども、役目を終えて高知県内の山の中に残っておりました、まあ、物置代わりにですね残っ
ては使用会、こちらを出発しまして福山駅の北口を回って大体20分ほどですね、こちらへ戻ってまいります。途中駅で降りられる方がいらっしゃいますので、一度駅の北口で、止まります。はい、じゃあご覧の通りですね、出題の方がお見えでいらっしゃいますので、ご協力をよろしくお願いいたします。NHK さんですのでね、よろしくお願いします。指名手配の方は顔を隠してから窓を全開にしておりますけれども、窓から手や頭など出されませんようお願いいたします。帽子飛びそうな方はしっかり帽子かぶっておいてください。はい、ではところどころ揺れますのでね、しっかりお座りになっておいてください。出発進行で、で福山駅で、降りる方が結構いられた上に、前の席が空いたのでね、せっかくなので副館長の、クラッチ操作をちょっと撮影してきました。はい、では動きます。
紹介風の建物は結婚式場です。すげえ。試乗会はですね、夏場と、春頃にやられてるそうなんですけども、まあ、年末にかけては今年は多分僕たちが知る限りではないとのことなので、皆さん試乗会はちょっと難しいと思うんですけど、まあ、バス自体はですね、撮影もできますし、車庫に置いてある様子を撮影できたりするので、興味のある方はもしよかったらですね、福山自動車時計博物館行ってみてはいかがでしょうか。ということで、以上となります、ご視聴ありがとうございました。残りの映像ちょっとありますが、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。アルデスでした。